金時人参は、人参の品種。計に人参とも呼ばれる。ブランド系野菜に指定されている。根は、長さ30センチメートルほどの超塩水型で先が、鋭く尖り、イボが白い。リコピンを含み内部まで鮮やかな紅色を呈すことから、赤ら顔の下型金時が、名称の由来となっている。過失を嫌うため栽培には高い畝が必要であり、万世で、 糖が立つのが早いため収穫時期は短く、終了も少ない。また、西洋人参より栽培に長い期間が必要であり、根が長いため割れやすく収穫に機械が使えないなど、栽培には難点が多い。収穫時期は11月から3月。一方で、西洋人参と比べて肉質が柔らかく甘みは強く、人参特有の匂いが少ない。 煮崩れもしにくいため煮物に向いており、おせち料理やかす汁などに用いられる。ビタミン A、B、C や食物繊維が豊富に含まれる。なお、16世紀に中国経由で日本に伝わった東洋系の人参としては唯一の原尊種である。16世紀に中国から日本に伝わり、系人参として栽培されていた。1877年には、 香川県に伝わるなど、西日本各地で栽培されてきた。山口県下関市では、剪定祭にも使われていた。20世紀に入ると、砂地製の土壌を利用して、坂井出市や観音寺市など、香川県の沿岸地域で栽培が盛んになり、近年では、同県が全国シェアの70%を占めている。京都府では1990年に、ブランド系野菜として、 認証を受けたが、2010年代までには、生産が少なくなり、ブランド品としての出荷実績は消滅している。一方、早取りで、周年栽培が可能であり、葉も食べられる。軽カンザしという品種を、京都府農林水産技術センターが、金時人参をベースに開発し、2008年から、京丹波町や八木町で栽培及び出荷を行っている。ありがとうございます。